どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日はですね、知りませんでしたの、なんやかんやで第6弾になります。まあ、ただですね、初めから言うのもなんなんですけど、今回はね、なんかちゃんと分かったのか、それから、知ったからって何も変わらないじゃないかという、なんかちょっとすっきりしない内容なんですよ。でちょっとそういう内容で申し訳ないんですけれども、よろしければお付き合いください。でそもそもの、発端というか疑問なんですけれども、ガソリンスタンドでのことなんですね。ケチケチ桃太郎ですからですね、ガソリンスタンドはもちろん市内最安値のセルフです。セルフスタンドしか行きません。でセルフというとですね、当然自分でガソリン入れるんですけれども、その時に、私は財布とスマートキーを持って車から出るんですね。一応お金と、車の盗難防止です。給油作業中に車に乗り込んで走り去っていくような人はいないとは思うんですけれども、一応念のために。で、その時はドアを閉めて給油の準備ですね、いわゆるお金入れたりとか給油条件選択したりとか、レギュラーかとか、なんかどのぐらい入れるんだとか、選択ですよね。でそういうのをしてて、ちょっともたもたしてる時に、いざ給油口を開けてノズルを入れようと思った時に、ドアが自動的にもうロックされて、時間切れで自動ロックされてしまって、給油口が開かない時があったんですよね。で対処法は当然例えばそれこそ助手席のドアハンドルのところに手入れてもまた開きますし、初めからちょっとドア開けといても自動ロックかからないんで、対処法としてはあるんですけども、でその時にですね、このリロック時間ってどのぐらいなのかなというのと、あとこれって変更できるのかっていうのがちょっと疑問に思ったんで、今回ちょっと調べてみたわけです。それでですね、 NBOX のカスタマイズの設定、マニュアルを見てではなんですが、関係ありそうなのが、降車時オートドアロック設定と、あとキーレスリロック時間設定。ちなみにですね、自動ドアロックとアンロックという設定もあるんですけど、これは基本自動車が動く前後の話なので、今回はちょっと違うと思いますのでパスいたします。それでガソリンスタンドでのリロックの話なんで、キーレスリロック時間設定というのが、関係あるんだろうなとは思うんですが、その前にですね、ちょっとこの降車時オートドアロック設定のお話をしたいと思います。でこの機能はですね、多分使われている方が非常に多いと思うんです。で、ドアハンドルのボタンですね、今ちょっと映像流れてますが、このボタンを押さなくても車から離れるだけで施錠される便利な機能なんですよね。こんな感じです。車から降りてですね、ドアを閉めてピッと鳴った後に、車から 1.5 メーター以上離れたら、自動的に施錠されるというとっても便利な機能ですよね。これがですね、ただし納車時のデフォルト設定では機能がオフになってるんですよね。ですのでですね、もしかするとこの機能をご存じない方もいらっしゃるかと思います。なので念のためにちょっと先にお伝えいたしときます。ちょっとドアを開けてから閉まるまでの時間がありますので、その間に盗難に遭われては困るということもあって、もしかするとメーカーはデフォルトにはしていないのかもしれませんね。それで本題に戻しまして、まずはドアを解錠してから、どのくらいでリロックされるのかというのを調べてみました。
はい、どうやら時間30秒のようですね。でキーレスリロック時間設定のデフォルトが、30秒ですので、まあ、このことかと思ってですね、キーレスリロック時間を60秒に変更しました。やっぱり30秒ですね。ではこのキーレスリロック時間というのはどこに反映されるのかと言いますと、これです。このスマートキーのボタンを使った時なんですよね。スマートキーを使って解除した場合にはですね、そのままにして放置しておくと、30秒、60秒、90秒の設定した時間に施錠されます。今回60秒で設定してますからこんな感じになります。ということで一応の結果らしいものは出ました。一つ、降車後ですねとか、あとドアハンドルで解錠した場合にはですね、まあ、そのままにしておくと、スマートキーが車外に あればですが、30秒後に施錠されます。それから2つ目、スマートキーで解錠した場合にはスマートキーが車外にあれば、キーレスリロック設定時間の時間後に施錠されるということになりました。まあこれで多分合ってるとは思うんですけども、間違ってないのかと言われたら自信はありませんので、まあ気になる方はちょっとご自分でいろいろと試していただければと思います。それとあと、もしですね、最初の頃に言いましたが、デフォルトのままでですね、降車時オートドアロック機能っていう、車から降りて、ピッて一回鳴って、ドア閉めてですよ、ピッて鳴った後にそのまま 1.5 メートル離れただけで、自動的に、施錠される機能ですね。これを、まあ、もし使われていない方、デフォルトのままにしていて、使われていない方は一度使われてみたらいいと思うんですよね。まあその間に車内で盗難があっても私責任を負えないんですが、まあ、非常に便利な機能なので、もしまだ気づかれていない方は、利用されてみればいかがかなと思います。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。あとまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。